アメリカ合衆国のコアベース統計地域を示した地図。大都市統計地域は赤色で示されている。アメリカ合衆国大都市統計地域は中核となる都市の人口密度が相対的に高く、地域全体が緊密な経済的関連を持っている地理的地域を指す用語。こうした地域は市や町としての法的地位を持っているわけではなく、軍のように法的に裏付けられた。 行政区画でも一定の政治的主権を持った州のようなものでもない。このため、個々の都市圏の正確な範囲域は、転居によってばらつくことがある。典型的な都市圏は、周辺に影響を及ぼす一つの大都市の周りに形成される。しかし、一つの都市圏の中に複数の都市があって、突出して優越した都市がない場合もある。大都市統計地域は、 アメリカ合衆国行政管理予算局によって定義され国勢調査局やその他の連邦政府機関によって統計上の目的でのみ使用されている。アメリカ合衆国行政管理予算局は一連のコアベース統計地域を全土に設定している。区物差の線引きは中核都市地域、内市都市クラスター、すなわち相対的に 人口密度の高い地域の連続体によって行われる。区物差は軍やそれに準じる区域を単位に編成される。中核都市地域を含む軍は区物差の中央軍と呼ばれる。これに加えて通勤や雇用において中央軍と強く社会経済的に結びついた周辺の軍があれば周辺軍として区物差に加えられる。 雇用交流指標と呼ばれる値が25%を超える場合、その小さい方の軍は周辺軍として区分差に含まれる。ここでは周辺軍の中に農村的性格の軍も含まれ得ることを注意しておくべきである。区分差には改区分として大都市統計地域と小都市統計地域があり、中核都市地域の人口規模によって両者は区分されている。 中核都市地域となる都市や町の人口が5万人を超える地域が MSA、1万人を超えるが5万人を超えない地域が m s a となる。一定の条件のものでは複数の区物差が結合され合同統計地域と呼ばれるより大きな統計上の集計単位を構成する。かつては標準大都市統計地域、主要都市統計地域といった名称が用いられていたが、 現在は用いられていない。なお、ニューイングランドについては、軍より、町が優越する制度になっているため、同様の編成が軍ではなく、町を単位として行われるため、ニューイングランド市長地域という名称が用いられる。アメリカ合衆国の大都市圏に関する国勢調査統計は、このような定義に従って報告されている。ありがとうございます。